今回はアニメチェンソーマンについて、すでに放送された第1話と第2話で分かったこと、並びに原作との相違点を解説していきます。この動画はアニメ及び本編のネタバレを含みます。ぜひ作品を視聴した後にご覧ください。まずは第1話から見ていきましょう。アニメ第1話でトマトの悪魔が出現した家屋は、原作でも同様に瓦屋根の日本家屋でしたが、あまりに悲惨なデンジの生活や、登場人物がヤクザしかいないことも相まって、ここがどんな場所なのかについては、詳細には分かっていませんでした。しかしながらアニメ本編では、デンジが街を歩く様子が描写されており、デンジの住む街がどのような場所なのか、とてもわかりやすいものとなっています。アニメを見る限り、この場所は至って普通の郊外であり、義務教育も受けず、臓器を売りながら暮らすデンジの悲惨さがより際立ちます。デンジがトマトの悪魔を倒した際の報酬は、原作でもアニメでも同額の40万で、中抜き後に渡された報酬額も同額でした。そんな中抜きの内容について、原作では、借金取り引いて17万、さらに仲介手数料とその他もろもろを引いて、とされていましたが、アニメでは、仲介手数料と事務手数料管理調整費、その他もろもろを引いて、とその内容がより詳細となっており、金額に違いはありませんが、何を引いているのかが明らかになったことで、よりヤクザの悪質さが際立つ演出となっています。またデンジのがっかりする表情変化も、詳細に描かれており、こちらも注目すべきポイントです。ポチタと出会った幼少期のデンジの声は、青鬼プロダクション所属の、井上まりなさんが担当されています。井上さんの代表作は、進撃の巨人のアルミン・アルレルト役、僕のヒーローアカデミアの八百万桃役などがあり、人気作品のキャラクターを、数多く演じられています。ちなみに青鬼プロダクションは、早川明役の坂田翔吾さんや、東山小紅役の高橋かりんさんも所属している大手事務所で、本作にも大きな接点が生まれています。アニメチェンソーマンの第1話で、最も話題となったトピックとして、ポチタの心臓で復活したデンジが、胸のスターターロープを引きながら発する、俺たちのジャマーすんなら、というセリフの、俺たちが削られ、ジャマーすんなら、に変更されていた点が挙げられます。この変更については SNS で批判的なコメントが多く、その理由として、この俺たちというセリフは、唯一の友達であり家族だったポチタを失い、文字通り一心同体になった、デンジから発せられる心の叫びであったためです。またこの俺たちのというセリフは、第1部のストーリー終盤で登場する、私たちの邪魔をするならというセリフと対になっており、作品全体を通して影響が及ぶものと考えられます。しかしながらアニメでのデンジは、あくまで死を省いただけであり、俺の邪魔をすんならとは発していません。原作者の監修を経ている点も考慮すると、死をが俺なのか俺たちなのか、受け取り手の解釈範囲を広げる意図があったのでしょう。ちなみに作者の妹かっこ本人の長山小春ちゃんは、アニメ第1話の放映に際して、10万点なので良かったですと発信しており、この点に関してはこれが正解とも捉えられます。またゾンビの悪魔のシーンについては、いわゆるロッカー倒しの描写が追加されていました。これは原作にない描写であり、ゾンビ映画などで用いられるアクションを足すことで、ゾンビたちから逃げるデンジの緊迫感を演出した、という内容が制作陣より語られています。またゾンビの悪魔については、声が可愛くて意外だった、という意見も見られましたが、そんなゾンビの悪魔の声は81プロデュース所属の、宮田浩輝さんが担当しています。宮田さんは、スタープインクルプリキュアのオフィーリア役や、フリーのニトリア一郎役、鬼滅の刃の村田役などを担当されている、実力派のベテランですが、皆さんはどう感じたでしょうか？ぜひコメント欄で教えてください。また第1話では、戦闘シーンで使用された CG について、SNS で賛否両論が見られました。原作のおけるゾンビの悪魔との戦闘シーンは、静止画ならではの迫力がありましたが、アニメにおいても、ゾンビを滅多斬りする爽快感や迫力はもちろん、チェンソーの音や質感、その重さや吹き出す血の演出が印象的でした。特にチェンソーの回転数が、音の変化で再現されていた点は、アニメの強みを感じるものでした。あくまでストーリーの序盤であるため、あえてスピード感を抑えた戦闘シーンを意図したものと考えられますが、これからデンジが戦闘に慣れていった結果、そのスピード感がどう変化するのか要注目です。第1話のエンディング曲は、バウンディのチェーンソーブラッドでした。
エンディング画面は背景映像なしの映画のような演出でしたが、実はこの曲の歌詞はチェンソーマン本編の内容に深く踏み込んでいます。特にチェンソーイズ使える愛の手、平和目論む悪魔のパーティーなど、第一部の結末を知っている方からはこれを1話で流してもいいの？という意見も見られました。アニメでチェンソーマンを知ったという方はぜひ第一部のラストを視聴した後にこの曲の歌詞に注目して再度視聴してみるのがおすすめです。ここからは第2話について解説していきます。アニメ第1話は原作第1話の犬とチェンソーの内容を丁寧になぞらえていましたが、アニメ第2話は原作2話ポチタの行方と原作3話東京到着をきれいにまとめ、原作4話パワーの途中で終わる内容となっていました。それでは順番に見ていきましょう。まずアニメ第2話と原作との大きな相違点として、筋肉の悪魔に関する描写がカットされた点があります。原作ではパーキングエリアでの食事の際に売店に駆け込んできた一般人の妖精で、デンジが筋肉の悪魔と交戦することになり、その後筋肉の悪魔は討伐されるものの、原作ではこの戦闘が原因でデンジは伸びたうどんを食べることになります。アニメではこの部分がデンジが食事をする前に気絶したため、うどんが伸びてしまったという展開に変わっており、代わりにうどんを巻き間に食べさせてもらうシーンが原作よりも丁寧に描写されていました。このシーンはまともな食事をしたことがないデンジだからこそ伸びたうどんも美味しく感じられるという、デンジのこれまでの生活の悲惨さを感じさせるものとなっており、また初めて女性にご飯を食べさせてもらったことがデンジが巻き間に惚れるきっかけの一つにもなっていることを丁寧に描かれたうどんとともに表現しています。そんなアニメではカットされた筋肉の悪魔に関するストーリーは、巻間の厳しさとデンジの従順さを感じさせるものでしたが、この変更については原作をすでに読まれた方からも構成が良くなったと評価する声が多く、デンジが巻間に変われていることを強調する返事は「はい」か「ワン」だけというセリフも違和感なく別のシーンで組み込まれていました。筋肉の悪魔に関する場面がカットされた理由としては、アニメ第2話において原作4話のパワー登場までを描くことでテンポを良くしたいといった制作サイドの意向や、筋肉の悪魔の言動にややコンプライアンス面で問題があったといった点が考えられます。続いて原作では制服を渡された後にネクタイを締めたデンジが描かれていましたが、アニメではネクタイを結んだことがないデンジがネクタイを首にかけており、巻間が結んでくれるという演出が追加されていました。ちなみに原作ではアキとの喧嘩シーンの折にデンジはネクタイを触りながら、この生活を続けるためなら死んでもいいぜと発しており、この点から原作では描かれていないものの、アニメと同様に巻間によってネクタイが結ばれたという設定があったことがわかります。またアニメではデンジの目線を通して様々な角度から巻間を見ることができます。ここで注目したいのが、原作と比較すると巻間の胸がそのサイズを強調するように描かれており、アニメでの巻間の胸のサイズは原作においての姫のほどの大きさとなっていることです。この理由は原作者の藤本たつき先生が過去のインタビューで明かした巻間の名前の由来がママであるという内容から来ているものと考察され、それを強調するかのようにデンジを抱きしめてあげたり、食事を食べさせてあげたり、ネクタイを着せてあげるなど、デンジのママとしての側面を強く印象付けるものとなっています。アニメでは背景描写についても丁寧に作り込まれており、原作で登場した藤本ビルとタツキバンクがアニメでもしっかりと描かれています。この藤本ビルとタツキバンクの描写にはモデルが存在しており、広島県福山市の福山駅前に存在した繊維ビルとポケットバンクの看板の雰囲気がしっかりと取り入れられていますが、残念ながらこのビルは2010年に再開発によってなくなっているため、現在では全く違う景色になっています。また藤本ビルに関しては、見た目は異なる同名のビルがジャンププラスで連載中の第2部でも登場しており、作中の社会においてそれなりの規模となっているようです。次に日常生活の場面について見ていきます。
アニメチェンソーマンの脚本を担当されている、瀬古博さんへのインタビューで、映像にした時にコマとコマの間が飛びすぎている場合は、その間を補完するためだったり、あるいは描写の解像度を上げるために、オリジナルシーンを足すことがある、と語られており、原作では、同じ家で生活を始めた自由すぎるデンジに、アキが逐一注意するシーンについて、アキは原作と同じ注意をするものの、風呂のシーンでは脱衣所らしき場所で、洗濯物をしている様子が描かれており、トイレで寝ているシーンは、実は夜中だったという事実が、わかるものとなっていました。またデンジの様子を監視して、逐一注意しているのかと思いきや、たまたま洗濯機の近くに行ったタイミングだったり、自分がトイレに入ろうとしたタイミングで注意しているのは、よりリアルで実写感のあるものと言えます。アニメの放映前から、日常生活の描写にも力を入れていると、制作サイドから発表されていましたが、第2話は改めてその注力ぶりを感じるものとなっています。アニメ第2話の終盤で、デンジと見回りに出たパワーが、血の匂いで悪魔を発見し、ビルを急降下しながら、ナマコの悪魔を倒すシーンが描かれましたが、この場面では、原作では描かれなかった駅前の様子が明らかになります。アニメでは現実の練馬駅と同様の、特徴的なガラス窓が描かれており、デンジの立っているビルも、現実の練馬駅南口に存在するビルと酷似しています。今後もこのように詳細に背景が描かれることで、聖地巡礼が可能な場所が増えていくでしょう。第2話のエンディング曲は、音楽ユニットずっと真夜中でいいのに、の残機でした。先ほども紹介したように、アニメ第1話は映画のような黒背景でしたが、第2話はずっと真夜中でいいのに、の、ミュージックビデオに見られるような、味のあるアニメーションとなっており、特に当初はゴミの上で寝ているデンジが、次第に世界を落下していき、早川家の面々と一緒になるなど、本作のストーリーをなぞったものとなっています。そんな第2話のエンディング映像のクレジットには、某連続テレビ小説のオープニングアニメも手掛けたアニメーター、刈谷瞳さんの名前が連なっており、その天才的な美術センスが光ります。ちなみにずっと真夜中でいいのに、はインタビューで、アニメ制作会社のマッパから、パワーとデンジの関係性や、これからバディになる二人の初めての印象、をテーマとして受け取っていたと明かしており、そんなテーマを持って作られた歌詞は、デンジとパワーの関係性を、強く印象づけるものとなっています。また小ネタとなりますが、秋役の坂田翔吾さんが特に力を入れたと語っていた、股間を蹴られるシーンが描かれたことと相まって、エンディングでも、金の玉がフューチャーされていた点にも注目です。以上、今回はアニメチェンソーマンの、1話と2話について、アニメと原作の違いや、アニメで新たに分かったことを解説しました。ちなみにアニメチェンソーマンは、企画構成脚本絵コンテすべてに、原作者の藤本たつき先生が関わっていることが、チェンソーマンの担当編集である、林志平さんによって明かされており、アニメ内のすべての表現セリフが、作者による監修を経ていることが分かっています。この動画で紹介したもの以外にも、気がついたことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。それでは最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。